自民・公明の与党が過半数割れをするという歴史的な結果となった今回の衆院選ですが、沼津市では当日になっても投票所の入場券が届かなかった地域があったことが分かりました。一部の有権者に入場券が届かなかったのは、沼津市の松永集会所が投票所となっている松永地区や今沢地区です。沼津市選挙管理委員会では入場券の配送は23日ごろまでに済んだ認識でしたが、その後に届かないという連絡が多数あり、事態を把握したということです。入場券が届かなかった人数の詳細は分かっていませんが、松永集会所では1079人が投票に訪れ、このうち219人が入場券の再交付をして投票することができたということです。選挙管理委員会では沼津市内すべての有権者分の入場券の配達を沼津郵便局が受け付けたことは記録に残っており、間違いないと話しています。郵便局側は投票日の前にすべて配達が完了していると話しているということですが、投票日を過ぎても未だに多くの入場券が届いておらず、行方不明になっている可能性があるということです。入場券がないと投票できないと思って投票を諦めた人が一人でもいたら、これは本当に大変申し訳ないことだと思っております。入場券が届かなかった有権者は、ポストに入ってなかったからおかしいなっては思ったよ。たった一枚の紙とは言いながらも、やっぱりそれはその人その人にとっては責任のある一枚ですからね。しっかりとまあそういうものをね、はい、配っていただいて、選挙もね、はい、できるようにしてほしいですね、はい。選挙管理委員会では入場券の届かなかった人数や原因、またその行方について調べています。